レスリング柴田三條。どうも柴田です。いやね、みくるですよ。朝倉みくるの試合がね、まあ、ポンポーンと2つほど発表されてましたが、残念ですね。まあ、ちょっと前に夏に、この夏にみくる俺と試合やろうかと、夏休みに一発花火打ち上げようや、またあのリマッチやろうぜみたいなお誘いの動画をね、まあ、アップしましたが、なんかもうどうでもよくなっちゃったな。っていうのもみくるのね、試合の相手ですよ。発表されたまず一つがあれライジンランドマークっていう配信専門の、要はおそらくは観客をほぼほぼ入れない、配信のみの、ライジン大会、ライジンランドマークっていうのがね、第1回が10月2日にやるんだってさ。でそこで荻原恭平さんっていうね、去年のライジン大晦日に平本蓮と戦った、荻原恭平さんっていう、これがね、体にもうすっげえたくさんタトゥーが入ってる選手とやるんだって。でこれまず一つなんだけど、これね、正直言ってね、まあいろいろ理由はあるんだな。なぜ荻原なのかっていうのは、まず理由の一つが、まあ、やっぱテレビに映せないと、だから年末のライジン大晦日とかではやっぱあの荻原くんのあのタトゥーがテレビに映せないから、だから配信専門みたいなところで、まあ、やらせるしかないんだよね。だからまあミクルの、だから結局さ、ミクルをさライジンに出すって言ったらさ、絶対こうテレビがあるときはテレビに映さなきゃいけないわけで、ミクルを。だから、ミクルと荻原くんがやるっていうのはやっぱネット配信しかないんだかな。まあだからそこでまあそこでしかまあ対戦することができないから、あっていうことなんだろうね。だからね、正直言ってね、格下ですよ荻原くんは。ミクルより全然格下っていうか、本人も言った、ミクルも言ってた、全然まだキャリア足んないんじゃないですか、ランクが1つも2つも低いんじゃないですかってちょっと前言ってたよね。本当にそうで、はっきり言って試合になったら相手になんないと思うね。でこれね、これすごいこういうの嫌なんだけど、雷神のね、これね、意図がね、もう見えてるのよ。結局ミクルはもうチケットを売る、そして視聴率を持ってるから大事に育てたいというか、潰したくない、うん、ということで、本当の本当に強い選手とは正直当てたくないんだよな、ライジンはね。ミクルと強い選手を当てて、でミクルが負けて、でミクルのブランドが落ちると、それがチケットの売り上げとか、視聴率もかかってくるわけで、ミクルをなるべく、まあちょっとと名前はあるしブランドはあるんだけど、でも、まあ、ミクルが勝てる選手を当てて、まあ、選手としてミクルをね、要はその価値がある状態で置いときたいわけさ。そこに来て次の相手荻原くんでしょ。いやね、いやまあそうなんだろうね、要はクレベル小池にミクルが負けて、で2連敗は許されないと。スター選手である、看板選手であるミクル2連敗は許されないんですよ。だから生贄を用意したって感じなんだろうな。しかもネット配信で、っていうのがねなんかサブって感じ。それこそね、この前のライジンの大会でさ、王者斎藤豊と戦ったケラボフね、これな、試合内容で言ってもケラモフの圧勝ですよ、ね、でも斎藤豊ね、ミクルに勝った斎藤豊を、要はその
なんかミクルに勝って王者になったわけで、それが一戦目でその名も知らぬ外人に負けたら、え何それみたいな感じになるから、だからあれ、ね、やらせでね、ライジンが、まあ、やらせっていうか、まあやらせだね、やらせで王者斎藤を勝たせたわけさ。あの本当は負けてたのよ、本当はケラモクが勝ってたのに王者斎藤を勝たせたのよ判定で、っていうのがあって、で結局ケラモクがかわいそうなわけじゃん。だから本当はね、あんなにいい試合というか、チャンピオン相手にねちゃんとあそこまでやったんだからね、ケラモクにね、チャンスを与えるべきなんだよ。だからミクルがやるべきは本当はケラモクなのね、ミクルとケラモクをやってっていうケラモフにチャンスを与えるべきなの。だけどケラモフとミクルがやったら絶対ミクル負けるから、だからねライジンはミクルに2連敗させたくないから荻原くんなんだよな。そういうのが寒いんだよ。そしてですよ、はい、続きまして、10月の末にこれまたアベマ TV ですよ、はい、茶番大好きアベマ TV さんがまた1000万企画、朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円企画、はい、やるらしいですね。これもね、未来本当は出なくていいのにね。でもあれなんだろう、どうせ未来がさ、ブレイキングダウンっていうさ1分間のさ大会をさアベマでやるようになったもんだからさ、そこら辺のなんか握りがあるんだろうね。ということで本来は現役のね選手がやんなくてもいいようなあの茶番な企画にねミクル出てね、で素人3人ぶっ飛ばして、ミクルにギャラが1000万円ぐらい入るのかなっていうあれなんでしょ。いやーなんか、いやもうだからね、俺は何が嫌って、ちゃんと実力はまあそこそこある選手よ、それこそディープとか出たりとかシュートとか出たら、まあちゃんとちゃんとまあチャンピオンになれるぐらいの実力がある、現役の選手がさ、やっぱ生地知名度と人気、影響力が出てきちゃうとね、それ使う側よ、プロモーターと団体がそれを使ってうまく金稼ぎをしようとするんだよな。もちろんボクシングだってプロレスだって総合格闘技だってビジネスだからさ、お金を稼いでなんぼなんだけど、ちょっとなんかね、良くないお金の稼ぎ方っていうのかな、うん、なんか UFC とかはちょっと違って、やっぱ強い選手と強い選手をガン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 ぶつける、っていうことをやるんだけど、やっぱライジンとかはもうなるべくもう優しく優しく強い選手を2連続で当てないようにって、なんかこう忖度、強い選手、人気がある選手に忖度してるというかね、肩を持ってるというかね、そういうところが見え隠れしてですね、いやなんか俺はなんかミクロ終わったなとね、アベマで素人と戦うとかさ、あとは、ね、ネット配信で荻原くんと戦うとかいうのを見てさ、あもうなんか結局客寄せパンダ、朝倉未来という人気を使ってただただ、チケットを売る、視聴率を集める、あそういう存在になっちゃったんだなと思って、なんか俺の中での未来が終わったね結局、うん、あビジネスなんですね、はいそうですねっていう、だからなんかそのビジネスの未来に加担するの嫌だなっていう、まあそれと俺と未来がやりゃそれ盛り上がるけどさ、なんか本当のコアなところっていうの、格闘技の本当に強い選手と強い選手がぶつかって、で本当に一番を決めるみたいな、なんかそういうスポーツチックなところがちょっとなくなっちゃってね、うん、なんかちょっともう朝倉未来という人間に興味がなくなっちゃったんで、まあ未来戦はまあちょっといいかなって感じです。まあ本当にライジンさんに大事に大事に育ててもらってね、お金をたくさん稼いでください。それが日本格闘技界のため、そして朝倉未来のため、ライジンのためなもんでね、はい、弱い選手とね、有利なルールで試合をやってですね、お金をたくさん稼いでください。朝倉未来さん、僕はそんな朝倉未来が
ちょっと魅力的に覚えないんで、僕との戦いはなしにしましょう。うん、はい、こんな感じで朝倉未来に魅力なくなったな、ライジンのランドマーク大会しょうもなっていう、まあ、個人的なちょっと感想をね、お伝えしました。はい、島田でした。バイバイ。明日を諦めずにいられない。